ただいまより令和5年度第4回市長記者会見を行います。本日の案件は令和5年第3回青森市議会定例会提出予定案件について他となっております。それでは案件につきまして西市長よりご説明いたします。お願いいたします。はい、青森市長の西秀樹でございます。令和5年度第4回市長記者会見に皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速説明に入りたいと存じます。まずはじめに令和5年第3回青森市議会定例会提出予定案件についてご報告を申し上げます。提出予定案件につきましては予算案10件条例案3件決算6件報告8件の合計27件となっております。次に補正予算案の概要についてご説明いたします。資料の2ページをご覧ください。今回の9月補正は物価高騰対策関連事業や国費関連事業などとして総額23億6986万4000円の増額補正となっております。今回の補正予算は私が公約で掲げてきた事項私の思いを詰め込んだ予算案となっております。はじめに物価高騰対策としての青森市生活支援商品券事業でございます。長引くコロナ禍やエネルギー食料品等の物価高騰による市民生活の負担増を踏まえすべての市民の生活を支援するためこれまで実施してきたプレミアム商品券事業に変えまして市民1人当たり3000円の商品券を配布するために必要な経費を措置するものでございます。以前も申し上げましたがこれまでのプレミアム商品券事業の場合1万円で商品券を購入する仕組みでしたがこの1万円を出すこと自体が経済的な負担となっているという声も多数ございましたので購入するのではなく市民1人当たり3000円の商品券を直接お届けする手法といたしました。3ページをご覧ください。必修研修に関する事務および青森未来ミーティング事業についてでございますがさまざまな政策を実現していくために市職員が能力を発揮できる環境づくりや私の目標でございますみんなで未来を育てる街に向けてみんなで対話を深めることが重要であり町内ワークショップの実施やワークショップ形式による青森未来ミーティングの開催に必要な経費を措置しております。少し飛んで一番下ですが特に文化芸術資源活用交流事業につきましては私の重点政策項目西プランの一つに掲げたところでございますが文化に親しめるまちづくりを推進するための第一歩といたしまして松原地区のまちづくりビジョン策定に向けたワークショップの開催等に要する経費を措置するものでございます。また8月3日に市議会超党派の皆様から市内小中学校の職員室等へのエアコン設置に関するご要望をいただきました。今年は特に記録的な高温が続く非常に厳しい夏でございます。このエアコンの設置につきましては多額の財政負担を要するところではございますが教職員の皆様の執務環境の改善を図るために必要不可欠なものであることから市議会からのご要望も踏まえ今回の補正予算の中で全ての小中学校の職員室等にエアコンを設置するために必要な経費を措置しております。今年の夏には間に合いませんが来年の夏までに間に合うようしっかりと設置を進めてまいりたいと存じます。次に4ページをご覧ください。歳入につきましては国庫支出金や県支出金など歳出補正に連動する財源を計上いたしましたほか本補正を実施するために必要な調整分を見込んだものでございます。最後に5ページをご覧ください。
特別会計及び企業会計につきましては、決算の調整に必要な経費を措置したものでございます。少々長くなりましたが、提出予定案件のご説明となります。続きまして、次に第1回青森市仕事創造会議の開催についてご説明をいたします。モニターをご覧ください。まず会議の目的と主な検討項目でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大後の社会経済環境の変化などを踏まえて、産学金官が共に作ると書きます、競争による今後の新しい産業振興の具体的な戦略などについて検討共有し、地域経済の活性化及び市民所得の向上を図るため、産学金官の関係者を委員とする青森市仕事創造会議を開催することといたしました。この会議におきましては、まず一つ目はコロナ後の経済環境等の変化を踏まえた地域産業の再生戦略、二つ目は地域での経済循環を高めるための連携強化戦略、三つ目は今後成長が見込まれる産業分野への参入促進戦略、四つ目は市民所得の向上につながる雇用戦略、これらを主な検討項目といたしまして、今年度は今回を含めて4回の開催を予定し、1年を目途に仮称青森市仕事創造戦略を取りまとめ、産学金官の各分野での具体的な取り組みにつなげていくことといたしております。次に委員につきまして、お手元に委員の名簿を記載した資料をお配りいたしております。産業、学術、金融、行政の各分野から豊富な実践経験や高度な知識を有しておられる21人の方々で構成するとともに、日本銀行及び青森県にもオブザーバーとして参加していただくことといたしております。また2回目以降の会議におきましては、検討を進めていく上で必要と思われる県内外の専門家を招いていく予定といたしております。最後になりますが、第1回目の青森市仕事創造会議については、8月29日火曜日の13時半からホテル青森3階クジャクの間で開催する予定にいたしておりまして、地域経済の現状について各種データをもとにご説明をいたしました上で、委員それぞれの立場から地域経済活性化等に関するご意見をいただくことといたしておりますので、皆様におかれましてはぜひとも取材をしていただきまして、報道をしていただければ幸いに存じます。第1回青森市仕事創造会議の開催については以上となります。はい、次に浪岡北畑秋祭り火起こし屋久島太鼓特別公演についてご報告を申し上げます。こちらもモニターをご覧ください。本県は今年度屋久島が世界自然遺産登録の30周年を迎えることを記念いたしまして、本市と友好名約を締結している屋久島町から町長、町議会議長のほか屋久島太鼓保存会の方々を招致いたしまして、令和5年9月9日土曜日午後3時から、そして午後5時から、花岡公園多目的広場において開催いたします浪岡北畑秋祭り火起こしの会場で屋久島太鼓の演奏を行っていただくこととなりました。本市と屋久島町との交流は平成3年に中学生交換ホームステイが開始されたことを契機に、平成12年8月に旧浪岡町と旧上役町で友好名約を締結いたしまして、以降友好都市として交流を継続してきたところでございます。その後平成22年1月に合併後の青森市と屋久島町とで改めて友好名約を締結しておりまして、
これまで両市町の間でねぶたと屋久島太鼓を相互に派遣するなど文化交流も続けてまいりました。特別公演が行われます浪岡北畑秋祭り火起こしは屋久島最大の祭りであります御神山祭りを移入し、中世の里浪岡風にアレンジを加えたものとなっております。起源である御神山祭りで披露される屋久島太鼓とのコラボレーションはまたとない機会でございます。大太鼓の勇壮な響きを多くの市民の皆様に楽しんでいただきたいと思っております。屋久島太鼓特別公演につきましては以上でございます。次に青森市認知症フォーラム、認知症になっても安心して暮らせる街への開催についてご説明をいたします。こちらもモニターをご覧ください。本年6月、認知症の人が希望を持って暮らすことができるよう、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が公布されたところでございます。本市においては、昨年度から認知症に対する社会の理解を深めるため、9月の世界アルツハイマー月間に合わせまして、認知症フォーラムを開催しておりまして、今年度は9月16日土曜日正午からアウガ5階カダールで開催する予定にしております。 AV 多機能ホールにおいては2部構成により行うこととしておりまして、第1部の公演では認知症専門医でございます脳神経外科内科藤本クリニックの院長藤本俊一氏から認知症の理解と共生、医療と地域の連携をテーマにご講演をいただく予定にしております。第2部では認知症の当事者であり自分たちの経験や思いを伝える活動をされている青森県認知症ピアサポーターの方からメッセージをいただくほか、市内の各地域において認知症サポーターがチームを組んで認知症の方やその家族への支援を行っているチームオレンジの活動を紹介いたします。また研修室等では市民の方が介護や福祉の専門職に認知症について気軽に相談できるコーナーのほか、青森県立保健大学と青森中央学院大学の学生も参加して開催いたしますロコトレ、脳トレを実際に体験できるコーナーなどもございます。認知症は誰でもなりうる身近なものとなっています。認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症について理解を深めていただく機会となっておりますので、取材報道のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。認知症フォーラムの開催につきましては以上でございます。次に宗像志功生誕120年記念宗像志功サミット in 青森の開催についてご説明をいたします。モニターをご覧ください。本市では今年度宗像志功画伯の生誕120年を記念して宗像志功画伯ゆかりの地青森市中野区倉敷市南砺市杉並区の5自治体の長が集い、参加自治体相互の文化芸術及び経済の発展を図ることを目的に情報交換等を行います。宗像志功生誕120年記念宗像志功サミット in 青森を9月17日日曜日の9時半から青森県立美術館シアターを会場に開催する予定にしております。当日のプログラムの主な内容といたしましては、長島小学校の児童による発表、宗像志功特別授業の取り組みについて、私と4名のゲスト、青森県立美術館館長の杉本康夫様、公益財団法人大原美術館名誉館長の大原健一郎様、宗像志功の研究家で
宗像市光画博のお孫さんである石井頼子様、そして先日第7代のねぶた名人となられましたねぶた師の竹波博様による座談会、宗像市光とねぶた、そして5自治体首長によるパネルディスカッション、文化芸術資源を活用したまちづくりの未来についてと共同宣言を予定しております。当日は一般の方々も先着100名様まで入場できます。入場も無料でございますので、ぜひとも会場に足を運んでいただき、生誕120年を迎えられました志向画伯の芸業を体感していただければと思っております。宗像志向生誕120年記念宗像志向サミット in 青森については以上でございます。本日の説明も以上となります。ありがとうございました。はい、それでは案件に関しましてのご質問を受けいたします。ご発言にあたりましては社名とお名前をお願いします。案件以外のご質問に関しましては後ほどお願いいたします。それではご質問がございましたらお願いいたします。東日報下山です。よろしくお願いいたします。先ほど、仕事創造会議の開催の説明があったかと思うんですが、西市長が公約で掲げられていた一つということで、いよいよ始まるのかなというところだったんですが、今回その新たに委員の人選、メンバーが発表されたんですけれども、まずその人選がどういうふうにされたのかというところをお聞かせ願えないでしょうか。はい、まずはやはり三学金管の中からバランスよく選んでいきたいというふうに思いましたし、産業界の中ではやはりその事業の実績のある方、事業を大きく成長させた経験のある方とか、実績のある方を中心に、お声掛けをさせていただいております。それからあとは、その地元だけではなくて、全国的にいろいろな形でこう地域振興とですとか地方創生に関わっているような、そういう方々の中からもこう選んでいったという、そんな感じでございます。基本的には私の民間力のつながりの中で選んでいったというところでございます。それこそ資料の中でもあったかと思うんですけれども、当日はその地域経済のデータを見ながらということだったんですが、地域経済のデータというのは一体どういうものを想定されていらっしゃって、どういうようなその話し合い会議の場にしたいと思っていらっしゃいますでしょうか。はい、これからもいろんな形でこうデータを探しながら説明をしていくんですけども、まずはその地域経済、青森市の地域経済が、本市の中でどういう位置づけであるのかですとか、それが産業構造がどうなっているのか、それから所得がどうなっているのか、そういったことを客観的に見ていきながら、青森市の現状を共通認識として、委員の皆様に持っていただくという、それが第1回目の主眼になると思っています。それとですね、今回第1回目が始まって仕事創造会議がスタートするということだったんですけれども、改めて、仕事創造会議が始まることに対しての市長の思いをお聞かせ願えないでしょうか。はい、やっと始められるというのがまず一つでございまして、そしてこれからどういう方向に進んでいくかというのはまだまだ未知数ではございますが、これだけのメンバーが揃っているのでありますから、青森市のこれからの仕事をどうあるべきかという方向性を見出すことはできると思っておりまして、大きく期待をしているところです。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。他に案件に関してご質問はございませんでしょうか。すみません、NHK の早瀬と言います、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。生活商品券事業についてなんですけれども、はい、これは、今想定されているのは紙での配布になるんでしょうか。はい、印刷物での商品券という形で配布をしたいと思っています。
八戸市とかだと、まあ、デジタルで始めてたりするんですけれども、まあ、あの若い世代とかだとあのデジタルの方がまあより使いやすかったり、あの、まあ、3000点枠内だったら多分あの融通が利く利用もできるかと思うんですけれども、まあ、今後なんかデジタルとかに移行される考えとかあるのかについても合わせてお聞かせいただければっていうのと、あとまあどのように、まあ、実際12月に配布開始ってことちょっと先ですけれども、まあ、どんなふうに役立ててほしいのかっていうところをあの今一度お願いいたします。はい、話し合いのプロセスの中では当然そのデジタル化ですとかキャッシュレス化っていうんですかね、そういうのも考えてはいましたけども、やはりその全ての方が、スマートフォンをお使いではないとかですね、パソコンも使っていないとかそういう方もいらっしゃいますので、そういう方がいらっしゃる中で、デジタル化だけを進めることはできないなという結論になりまして、やはり印刷物で渡すのが確実だろうというそういう結論に達しました。なので今後もあの可能性としては当然常に検討はしてまいりますけども、その 100% 配布できるというそちらの方が重要だと思っておりますので、そちらを優先していくということは変わらないと思います。あと何でしたっけ、どんなふうにあの市民の方に利用してほしいかみたいなところ。はい、はい、年末でもございますので、この年末の物価高騰期に、少しでも足しになれば幸いだと思っております。で、私自身市長になる前ですね、青森市の社会福祉協議会の理事などをしておりまして、そんな時にもやっぱりその年を越すのための資金にも困ってしまって、市の社協に相談にいらっしゃるという方も少なからずいたわけです。で、それからまたその商品券をプレミアム商品券を買う1万円も出すのが大変なんだよって声もあちこちから聞いておりましたので、今回この年末に向けてですね、少しでも早くで額はまあ3000円という決して大きくない額ではありますが、少しでも早くこの年末に出せるようにということを最優先にして今回のこの配布を考えた次第でございます。ありがとうございます。はい、はい、他に案件に関しましてご質問はございませんか。もすみません、東日報下山です。あの今回の予算の中に、松原地区の、予算が含まれていたかと思うんですが、あのその件についていつ頃あの始めるかとか、そういうスケジュール的なものは今の段階であったりするものでしょうか。教育委員会の小野でございます。時期と詳細につきましては現在調整中でございます。以上です。よろしいでしょうか。他にご質問はございませんか。はい、内容ですので、それでは案件、あ、すみません、案件以外についてのご質問をお願いいたします。東日報の岩崎です。市長、の先週ですか、あの道の工夫力についてあの事業者にあの要望に行ったかと思うんですが、はい、まあ、少し時間が経ちましたが、その後何かこう進展があったかというのはいかがでしょうか。はい、特段その事業者の方から、何か返事があったとか連絡があったということは現時点ではございません。あとは、近々県知事の方にもこの間のご報告と合わせて県へのご協力を要請するためにお伺いする予定にしております。あの知事に対してはですね、こう何を要望するといいますか、共同歩調を取ってこう白紙撤回に向けた動きを一緒にしましょうということなんでしょうかね。どうなんでしょうか。はい、そういうことです。前回事業者の方に行った時にも関連する6つの市や町の首長さん方が全員白紙撤回を求めましょうということで、非常にこうスピーディーに意思決定がなされましたので、それを今度は県知事の方にも持っていきまして、県としても同じ対応をしていただきたいと、あの事前に伺っているところでは同じ考えでいらっしゃるようですので、県としても同じ対応をしていただきたいということをお願いしたいと思っています。そうなりますと、こう今後、まあ、もし、まあ、明日の要望次第なんでしょうけども、知事も一体になってこう要望反対撤回に向けて
動いていく感じをイメージしてらっしゃるんですかね。はい、そういうイメージでございます。はい、よろしいでしょうか。他に質問はございませんでしょうか。東日報の正井です。よろしくお願いします。ちょっと今のに関連して、はい、道の空力のことでお聞きしたいんですけれども、はい、先週その意見書を事業者側に提出された際に、まあ、市長がその白紙撤回 その要望書を提出するに至った理由の一つとして、まあ、その水源海洋地、まあ、水源地がこう含まれているところが懸念されているっていう話だったかと思うんですけれども、まあ、仮に今後事業者がそういったまあ意見書の内容をもとに計画を見直して、そういった場所が計画区域から除外された場合、市としてその白紙撤回を求めるっていう姿勢に変わりは出てくるんでしょうか。そうですね、現時点では水源海洋保安林を除外するということだけではなくて、やはり景観の問題もあります。それから環境保全の問題もあります。その辺全てクリアできるウルトラCの提案があれば、まあ、考える余地はあるかもしれませんけども、おそらくないと思いますので、白紙撤回の方針というのは変わらないと思っています。極論を言ってしまえば、もう青森市がこうその計画区域から除外されない限りは白紙撤回のこう意向は変わらないっていう見方でよろしいでしょうか。はい、現時点ではそのように認識しています。ありがとうございます。あともう一点あるんですけれども、はいはい、まあ、今回のこの道の空力に限らず、まあ、函館地区では青森市街にはなるんですけれども、まあ、すでに稼働している風車もありますし、まあ、あと、まあ、地熱発電についても、まあ、複数の事業者が、まあ、まだ開発可能性調査の検討という段階ではありますけれども、そういった動きもあります。で、まあ、地元にとっては観光地であり温泉地であり、まあ、あとは、まあ、市長がおっしゃったように水源地でもある八甲田地区で、まあ、そのようなこう再エネの開発がこう動きが活発化しているというちょっとこう現状について、市としてどのようにお考えになっているかお願いします。はい、今おっしゃった通りで、例えば風力発電ですとか地熱発電もそうなんですけども、計画をするのは誰でもできてしまうのが現状のルールであります。で、そこに計画をして、そこで環境アセスメントをやっていくという、これも許されていることですので、まあ、やりたい人がそこでちゃんとそういう手続きを踏めばできてしまうという、そういうルールになっていますので、これは宮下知事もおっしゃってますけど、何かこう条例でルールを決めるだとか、そういうことをしていった方がいいんじゃないかっておっしゃってますが、私もそれを支持したいと思っています。ありがとうございます。はい、他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。あ、すいません、NHK の早瀬です。はい、これまで文書では出されてるんですけれども、まあ、先週、青森ねぶた祭りの関係で、まあ、青年会長さんで、まあ、まず、まあ、オーダーするっていう問題があったことについての、はいはい、まあ、市長の見解を改めてっていうところと、まあ、結局青年会議さんの参加自粛を決めたことに、ついてもちょっと合わせてお伺いできればと思います。はい、あのような行為があったことはやはりもう決して許されることではございませんし、二度とあってはならないことだと思っています。そしてまたそれを実際に当事者がいたその青森青年会議所の内部でしっかりとみんなで話し合って、今回の自粛を決めたということは、私としては一定の評価をしたいと思っています。誰かに言われたからこうしますではなくて、自発的にああいう自分たちの身の処し方を考えたということは、評価した方がいいというふうに考えました。そしてまたこれからじゃあその十分反省しているということでしたので、その反省している気持ちをどのような形で行動で示していくか、これはやはりこれからも我々はずっと見届けていかなくてはいけないと思っていますし、それに応えるだけの行動をできる組織だというふうに思っていますので、その辺は期待をしながら見ていきたいと思います。じゃあちょっと追加なんですけれども、もちろんその参加、まあ、自粛っていうことは、まあ、一つ評価されるってことだったんですけれども、その実際にこう
まあ、ねぶたを作られる、まあ、ねぶた師の方とかだとその、まあ、スポンサーさんということで、まあ、収入に直結するわけなんですけれども、まあ、団体としてはもちろんその、まあ、依頼する形なんでしょうがない部分もあるとは思うんですけど、なんか現状青森市として、まあ、こうねぶた祭り主催団体の一つとしてですね、なんかそういったまあ被害をまあ被る形になった中、ねぶた師の方への支援とかっていうのは現状何か考えられたりするのは、今後なんか見通し含めてあればちょっとお伺いしたいと思います。まあ、主催団体といいますか実行委員会の一員としてですね、現時点では何かそういう動きというのはまだございません。ただ今後もしかしたらそういう議論も出てくるのかもしれないと思っています。はい、よろしいでしょうか。すいません、ちょっと話戻りまして、はい、地熱発電に関してなんですけれども、まあ、風力に関しては白紙撤回を求めていくという姿勢は変わらずということで、まあ、地熱に関してまあ可能性調査の段階ですけれども、そこについては市長はどのような考えをお持ちでしょうか。地熱発電、はい、現時点であまり多くの情報は持っていないので、あまりこう詳しいことは言えないんですけども、結構地熱発電の施設っていうのも規模が大きくなるものが多いようですので、それがやはり景観ですとか自然環境に影響を与えるようであれば、それはちょっと待ってっていう話をしていかなくてはいけないと思いますし、それはその具体的なにどういう絵になっていくかということによって考え方も変わってくるとは思っています。現時点で事業者の方からですね、こう市に対してこう内容の説明とかというのはもうあるんでしょうか。現時点ではない、はい、私のところにはないですし、現時点ではない状況であります。はい、他にご質問はございますか。河北新報の関根です。よろしくお願いいたします。はい、福島第一原発の処理水の関係だったんですけども、今朝方政府が24日にも放出の方針を決めまして、で青森市内でもホタテの、養殖をはじめ、まあ、漁業をやってらっしゃる方もいると思うので、まあ、多かれ少なかれ影響は風評被害など出てくるのかなと思うんですけども、市長として、まあ、国ですとかあるいは事業者に求めたいこと、あるいはその風評対策として何か取り組みたいお考えなどありましたらお聞かせください。はい、やはりあれ漁業者の方がだいぶ心配されているというふうに聞いておりますので、そういう方々への配慮、それで理解を得るというこのプロセスはもう丁寧にやっていただきたいというふうに思っています。そしてまた現実に、輸出に関して言いますと、青森の漁業も多少影響を受け始めていると聞いておりますので、その状況次第ではやはり国に対して、いろんな形での協力を求めていくということは必要になろうかと思います。よろしいでしょうか。はい、他にご質問はございますか。ないようですので、これで記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。